マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、福岡県の天神に来ております。久しぶりの遠出、東京から離れております。というのもですね、あるね、仕事の撮影で福岡にね来たんですけど、このね11月12月、あと1月は分かんないけど、結構ね東京から離れて他の県にね行くことが多いんですよ。でね、どうせ他のね県にね行く用事があるんだったら、そこのね県の方々と一緒にね交流できないかなと思って、ツイッターで、ほら見える、これ今毛子公園にいます、お近くの方がいたら話しかけてくださいまし、これでね誰か声かけてくれたら嬉しいなとちょっと思ってるんですが、来るかな、不安だ。福岡県のいいところを教えてくださいみたいな、ダーツの旅的な。今日平日なんですよ。だからね、みんなお忙しいとはねぶっちゃけ思うんですよね。10分が経過しました。あ、はい、マスオです。いやすごい、来てくれました、ありがとうございます。すげえ、本当に来てくれた。もう誰も来てくれないかと思ってた。ありがとうございます。じゃあちょっと質問していいですか、お二人に、はい、福岡のいいところ教えてください。みんなの元気がいい。みんなの元気がいい。でも楽しい、都会、程よく都会で。ああ、確かに。福岡で美味しいラーメン屋さん教えてください。兵庫出身なんですよ。兵庫出身。そっか、じゃあ分かんないですね。ですね、岩作り中です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ツイートしてから15分で2人の方来てくださいました。マジでありがとうございます。3人目の方が来てくれました。福岡の、はい、いいところ教えてください。この前タクシーの運転手さんに観光スポットどこですかって聞いたら、なもんねえよみたいなこと言われたんですけど、観光はないんですよ。え、そうなの。ご飯は本当に美味しいですけど、はい、ラーメンだとしたらどこがおすすめですか。長浜ラーメン。長浜ラーメン、豚骨系の味が好きなの。長浜ナンバーワン。長浜ナンバーワン、博多駅の構内に。へぇ、はい、そこが美味しい。そうですね、知り合いも働いてる。あ、そうなんですか。いろいろやっぱさ、地元の人しかわからないその地元の良さっていうのがあるから、すごいそういうの聞けて楽しいですね。お、こんにちは。いや、生生って。あ、男女の方です。カップルではないらしいです。はい、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ちなみにね、福岡の方と鹿児島の方がいるんですけど、鹿児島のいいところもね聞いていきましょう。鹿児島のいいところ。じゃあまずで、じゃあ福岡のいいところ。福岡のいいところ、はい、方言が可愛いところ。あー、来たー。ちょっとじゃあ方言言ってもらってもいいですか。あ、言うて長崎人なんです。あ、長崎人。え、長崎と福岡の方言ってそんなに違うんですか。結構違います。なんなんたいとか。なんなんたいが福岡です。福岡、なんなんたいが福岡で、長崎がなんなしとったっさ。いや、わかんないわかんない。何言ってるかわかんないですけど。え、わかりますよね。え、わかります。あ、鹿児島はもっとすごいですよ。なんなん、なんなんだっけとか。あー、でもなんなんだっけ。あ、そういうことじゃない。上がらないですよ。なんだったっけ。わかんない、使いどころがわかんない。じゃあ、ちなみに鹿児島のいいところは。いいところ、はい、食べ物が美味しい。あー、行ったことないですけど。しらす大地。しらす大地の。しらす大地のおすすめのラーメン屋さんってありますか。おすすめのラーメン屋さん、はい、一光社。え、知ってますか。一光社。一光社。一光社ね、美味しい。あ、有名。有名。あ、有名なんですね。はい、美味しいです。目の前になんかコンロみたいなのがあるんですよ。 IH ヒーターみたいな。なんで。ラーメン屋さん、温めながら食べれる。え、ラーメンを。つけ麺です、それは。あ、つけ麺で。つけ麺の汁が冷めないように。そうです。すげえ、そんなところがあるんだ。行ってみたい。福岡のいいところ教えてください。いいところですか。はい、ご飯美味しいです。あー、それは。安くて美味しいところいっぱいあります。焼きラーメン。焼きラーメン、
麺や鉄板で作る、あ、焼きそばのラーメン。ちなみに焼きラーメンだったらどこがおすすめですか？どこの？結構いろいろあるんですけど、はい、一番行くところどこですか？行くとこですか、はい、行かないんですよ行かないんかい、行かないんかい、しか行ったことない。ありがとうございます。いつも YouTube 見てます、はい、ツイッターとか見てきたんですか？それとも見てました、リツイートしました。あ、リツイート、ありがとうございます。福岡のいいところ教えてもらえないですか？いいところ、いいところってどこですか？言うんですけど、あ、美人が多いいやでも確かに美人が多い、確かに寿司とかだったら絶対こっちの方が美味しい。めちゃくちゃうまいじゃあ飯がうまい、そして美人が多いまあまあまあ学生さんですか？はい、学生です。学生さん、はい、え、福岡に住んでる方ですか？福岡ですけど、はい、地元は北九州。あ、北九州、はい、の方、福岡県、はい、ですよね。はい、そうです。それは知ってます地理で勉強しました福岡の、はい、まあ北九州でも福岡でもどっちでもいいんですけど、はい、いいところ、いいところ、はい、はい、俺だけが知ってるいいところってありますか？いいところ、いや難しい質問しちゃったな、これは、まあ、僕今年成人迎えるんで、成人式なんですけど、おめでとうございます、はい、結構あの、いや、おめでとうございます皆さんおめでとうございます。なんか北九州の成人式はなんか結構全国区やる感じ。いや、あれすごいですよね、はい、あのすごい派手な服って、そうですね、袴とかこういう感じですよね、はい、合唱が多くて結構全国でも流れたりして、うん、あれって本当にああいう方がたくさんいるんですか？まあ、僕はまあ初めてなんで分からないですけど、結構その成人式の日とかになるとそういう人は結構ちらほらいたり。それって、はい、あの何割ぐらいの人がそうしてるんですか？半分もしてないぐらい、 2,3 割の人がしてるんですか？そうですね多くはないと思うんですけど、みんながみんなあの格好してこう、いや、ういって言ってますよね。普通の人も、スーツの人とか普通の人も、あ、はい、います。あ、はい、そうっすよね、はい、僕もスーツで行こうと思って。あ、スーツで行きますか？スーツ行こうと思ってます。あ、はい、あの意外と成人式ってあっさり終わるんですけど、はい、あのやんちゃしすぎないようにぜひ気をつけてください、はい、ちょっと僕は見る側に、まあ、あ、見る側になりますか、はい、いやでもね、こうういって来てね、ニュースにこう載ってたら僕あって言いますからね。あ、ですか？あの時のそう、なんか映りたいですね。いや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 、結構シュラね、シュラの国って言われてしますよね、はい、なんかネット上だけかわかんないんですけど、最近はでもそんなことないと思うんですけど、やっぱシュラ感ある時あるんですか？まあちょっとそういう系の人たちもいるんですけど、まあ中にいるのはいるんですけど、はい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 、そんなでも言われてるほど目立った感じはないと思う。そんなシュラ感は感じない？はい、いつも画面で見てるでもそのままですよね、割とね。そうですね、明るいの優しい感じが。いやいやいや、そのままでやっぱね、地元民しか知らないいいところとかそういうの聞けて面白い。これなんか他の県とか他の場所に行った時もなんかやりたくなっちゃう企画でしたね。ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。